はい。では、まず最初に、えー、本日のプログラムを共有したいと思います。簡単にご紹介したいと思います。そして、はい。スタン先生と小玉先生、お互いへの紹介というものもまず最初にしたいと思います。はい。では、本日の目的について、えー、まずご説明したいと思います。英語で話します。本対談の目的は、 情報共有です。お互いの研究に資するような情報交換を行い、上演という残らないものにいかがにアプローチし再現得るか、シェイクスピア劇と歌舞伎研究において、そして将来的な日英劇、人劇比較研究を基盤づくりを目指すことであります。 両分野においてどのような資料が残っているのか、それからどのような上演や資料を復元、再現し得るのか。実のフォーカスというのはえ、具体的には3つのトピックに内容を絞ります。まず最初に場所、2つ目に上演、そして3つ目に 技曲ティクスト。まず最初に話していくのが、劇場の構造や外見、舞台構造について、二つ目には役者の準備や演技方法について。例えば手のジェスチャーや足の動き、そしてセリフの発し方。そして三つ目には役者が用いた台本、役者がそれを用いてどのようにリハーサルをされているのか。そして、 日 A で近い点もありますがし、変化点サイもあると思います。それを通じて、過去、現在、未来をつなぐ対談としていきたいと思います。今では両国を代表する古典と呼ばれますけれども、これらについて対談をすることによって、今後の共同研究の可能性に資することを狙っていきたいと思います。また、シェイクスピア・インスティテュートの方、 そして、こちら、演劇博物館、早稲田大学のために資することを狙っております。そして、ティファニー先生の言葉をお借りしたいと思いますけれども、ぜひ、どのようなコンテキストの中で、シェイクスピアおよび歌舞伎の上演が形作られたのかということを理解深めていきたいと思います。それを理解することによりまして、21世紀においてよりよく理解を深めていきたいということを願っています。 はいというような対談をぜひとも本日進めていきたいと思いますではここからえ玉先生スターン先生をご紹介していきたいと思いますティファニー・スターン先生ですけれどもはいブリティッシュアカデミーのフェローですまたシェイクスピアインスティチュートの副ディレクターですバーミンガム大学ですスターン教授はシェイクスピアと アーリーモダンドラマの教授であります。16から18世紀のドラマを専門としております。シェイクスピアの劇場の歴史、そして編集についても研究されています。シェイクスピアからシェリダンのリハーサル、メイキング・シェイクスピア。また、アーリーモダン・イングランドの上演についても研究されています。アノニマス・レア王。 というものを編集されていますし、今年、シェイクスピア、メロンとクロマリティという本の出版を今年楽しみにしております。また、スターン先生は50以上の記事を16から18世紀のドラマについて、また、アーデン・シェイクスピアの編集長も務めております。そして、小玉先生。 小玉先生は歌舞伎の研究を担当しておりまして早稲田大学で文学学術院教授そして演劇博物館の館長です。劇評、歌舞伎その他の古典的な日本の演劇についての、えー、活動をされていましての文楽と歌舞伎という本などを出版されております。 また、日本の古典的なシアターをグローバル化することに情熱を持たれています。最近、演劇博物館の方では、英語での歌舞伎の演目がありました。これはハイプリストコーチの儀曲から作られました。これは英国のブリティッシュライブラリーで1962年に見つかった台本であります。これはポートランド 州大学、早稲田大学の学生の方で演目とつながりましたので、本日はお二人の対談、とても楽しみにしております。では、ここからお二人の先生にお願いしたいと思います。t h a n k so much. ありがとうございます。あの この間、日本でもニュースになっておりましたけれども、シェイクスピアが踏んだかもしれない舞台が発見されたというニュースを拝見して、おっと思って見ておりましたらあの、そこに対するコメンテーターとして、スタンセンさんのお名前を拝見することができまして、おやおやおやとこう、まあ、大変喜んでおりました次第でございます。あのプレイスということに関しましては、あのそのあたりが一番、あの えー、最近の話題ではないかなと思うんですけれども、もしよろしければ、そのような話からいかがでしょうか。先生ありがとうございますおっしゃる通り、まさにそこから始めたいと思います。というのも、あのステージ、舞台を見つけてくださったのは、私の学生の一人なんです。男性の学生なんですけれども 彼は実はピエロもやっておりまして、歴史的なピエロ、クラウンというものを研究されているんです。しかし役者として、特にキングズリンという町なんですけれども、その場所で見つかったんですが、彼はその出身の町であるキングズリンというところをいろいろ研究していまして、そこでの公共の建物の床のところを調べたところを、 多分、もともとは舞台スペース、舞台ステージと思われるようなところ。そこはきっとシェイクスピアが足を踏んだであろうと思われるような場所です。それはより我々にとって大きな話が出ております。イングランドにいる我々にとってなんですけれども、実際に今も現存する空間がないんですね。シェイクスピアが実際に講演された場という意味では。 なので、そういうものを継ぎはぎしようとしているんです。ここにちょっとした湯気、ここにちょっとした壁、ここにちょっとだけ天井が残っているというものをつなげようとしておりますが、全体がまだ揃っている、ここで講演していたという場が残っていないんです。なので、そういう絵とか、もしくは考古学から出てきたものとか、 もしくはそういう発見される小さなものを次はぎしようとしているところであります。しかし、日本の方では、丸ごと空間が現存している、もしくはそれを再現したところが今もあるというふうに理解しています。というのもずっと続いている歴史があって、イギリスほど失われていない、まだ歴史が残ってるんじゃないかと思っていて、ぜひそういうギャップ埋めの助けをしていただきたいです。はい、ありがとうございます。 あの日本は確かにあの、えー、と演劇があの上演中止された期間というのもないのであの、上演の伝統というのはずっと続いているんですけれども、ただ残念ながら日本は同時にあの大変地震の多い国でして、ですので、建物に対するその地震の,あの基準というのがあの非常にあの頻繁にアップデートされるんですね。でですのであののの、えー、例えば、えー、と私の今この後ろの画面は 歌舞伎座あの銀座にある歌舞伎座のこれは客席なんですけれども <laughs>、<laughs> それのバーチャル画面なんですけれども、この歌舞伎座は2010年に新しく再建されました。で、その前の劇場は1951年に建ったものでしたので、まあ、大体そうですね、60年経ったところで建て替えということを余儀なくされました。その前のの前劇場というのもあの まあこれは戦争で空襲によって焼けてしまったのですけれども、うん、その前は関東大震災というのが1923年にありました。その1923年のあと、建て直した劇場が二十数年経って戦争で焼けてしまったということでしたので、まあ、これは歌舞伎のホームグラウンドなんですけれども、えー、まあ大体それぐらいのスパンで、ちょうど今月、 あの1966年にオープンしたナショナルシアター、日本のナショナルシアターが、やはり建て替えのためにクローズをするというあの月に今年、今月当たっておりまして、えー、ですので、1966年のものを建て直すということは、おそらくロンドンの劇場外にとっては思いもよらないことだろうと思います。あのー、オペラ座の怪人をやっているハーマジェスティに私も行ったことありますけれども、あのー、 歌舞伎役者で初めてロンドンに行ったあの役者が実際に出かけていた劇場で現在そのまま上演が行われているというその、まああのえー、ところへ私たちも入っていくことができるという、まあ、非常にやっぱりあの歴史的な体験だなと思うんですけれども日本では残念ながらですね東京の中で最も古い劇場はおそらく、えー 三越デパートメントストアの中にある劇場というのが一番古くて、これが1930年代だとかですね。ですので、それより古い劇場、残念ながら東京にないということになっています。ただ、あの日本中ということになると、えー、ともっと ともですね古い能舞台というのが例えばあのございまして、それはあ失礼1500年代であります。これ、えっと画面共有変えてよろしいですか。えっとこちらの劇場が、これが京都の、えっと、東本願寺にある劇場、能舞台なんですけれども、これが1570年代のあの能舞台です。まだ あの客席を覆う屋根もなくて、屋外に、えー、客席にあたるところがあって、舞台の上だけに屋根があるという、こういう形式ですけれども、これがおそらく、能舞台そのものはそれ以前からあるわけですけれども、建物として現存している中では、えー、16世紀の能舞台で、おそらく一番古いものがこれということになります。 でその他にですねあの、例えば日本の中でしたらば、えーとあの、歌舞伎の劇場ということに関して申しますと、えー、ちょっとお待ちくださいね、歌舞伎の劇場で一番古いものは、えー、18世紀後半に建てられた劇場を、えー、レプリカの形で19世紀に、えー 別なところへ持ってきたというあの劇場がありまして、それが今お目にかけたいんですけれども、えー、これが四国の金のさ山、えー、琴平町にあるこの劇場ですね。これがえ日本で一番古いあの歌舞伎の劇場で、えー、現存する中で唯一の,あの江戸時代の劇場が今日も使える劇場として残っているもの。これは1975年に えー、街の真ん中にあっても、もうその時点ではコンクリートで床が敷かれてしまったり、椅子席に変えられてしまったりしていたんですけれども、建物の,その建築そのものは江戸時代からではないのかということで調査が入りまして、確かにこれは江戸時代の劇場機構であるということが認められて、現在別なところに安全に移築されて、その時に、えー 椅子などを取っ払って、江戸時代のマス席と言いますけれども、正座して座る形の、えー、スタイルに建、えーまあ、て直されまして、現在立っている、これが、えー、日本の歌舞伎の劇場の中では一番古い劇場ということになります。ですから、まあ、これが1836年かな、ですから、まあ、えーまあ、古いと申しましてもこの辺りということになります。 ただあの、まあ、日本の場合はですね、劇場に関するそのあの絵画というもの、絵というものが実は非常にたくさん残っております。あのシェイクスピア時代の劇場は例の,あのスワンザの絵、えーえー、というのが非常に有名ですけれども、えーとまああの 1600年代のものとしては、おそらくあ,のあれとその他いくつかしか知られていないように、あの私どもはよく伺いますけれども、日本の,あの、えっと、絵画資料はあの実は非常にふんだんにありまして、例えばこれが1600年代初めごろの歌舞伎の上演を描きました絵です。えー、まだあのこれ、女性の,あの演者がこうして舞台に立っているところに、 えー、これは、まあ、ピエロにあたる道化方ですね、サルワカというんですけどもあ、こっちです、こっちがサルワカですね。うん、このサルワカというのが、えー、この、えー、横でもってこう生えし立てているような様子といったような、上演のありさまを描いた絵というのは、実はあの非常にふんだんに残っておりまして、いくつかちょっと画面をこうやってお目にかけますけれども、まあ、演じられている内容に関しては、 この描かれている以上のことがなかなか詳しくわからない場合もこの年代多いのですけれども、少なくともこどんなものが演じられていたのかという絵に関しては、実は非常にたくさんありましてで、その劇場の周りの情景ですとか、あるいは大変興味深いのはこの、この客席の様子が非常にあの細かに描かれてますので、まだ 日本があの外国と交流をしていた時代のものなどでしたらば、観客席の中に外国人の姿をあの見ることもできたりといったような様子をあのこの絵の形で見ることができるんです。も、えー、もう一つはあのお気づきになるとかもしれませんが先ほど 能舞台の絵をお目にかけましたけれども、えー、初期の歌舞伎の舞台というのは、能舞台をまあ踏襲しているわけですね。まあ、これは能舞台を真似たというよりも、えー、当時、舞台といえば、能舞台を想起あの思い浮かべるのが一番まあ自然であったという形で、えー、能舞台をそのままにあの流用する形の上演を行っていたと考えられるんですけれども。 だんだんと年代がこう進んでくるにつれまして、あの舞台、描かれる舞台の様子ですとか、描かれる内容がだんだんとこう、まあ、あの変わってまいります。えー、劇場の周りの,あの景観なども、あの劇場街としていわばあの整備されていきまして、でやがてあの歌舞伎独自の,あの形式を生み出すようになってくるといったようなことが、まあ 毎年の,あの上演の絵子せが書かれているわけではありませんけれども、まあ、あの十数年単位であの追いかけていって、17世紀の間の上演をたど、えー、っていくということはできるというぐらいにはあの、えー、こうした絵画資料がふんだんに残っているというのが、えー、日本の演劇史にとっての少し特徴ではないかなと思います。 この年代の絵はあの肉筆なんですね、えー。ですけれども、まあ、肉筆ですから、一点ものなんですけれども、これがですね、今度は18世紀に入って、18世紀も後半になりますと、えー、いわゆるあの浮世絵、えー、錦絵、つまりあの木版画によるところの,あの複製画が非常に盛んになってまいります。歌舞伎はあのその 西への,あの主たる課題の対象になりますので、そこからは今度は、あの、えー 錦絵の形で劇場を描いた絵、あるいは役者を描いた絵というものが非常にふんだんに残っていくということになってまいりますので、あの絵画資料に非常に恵まれているというところが、日本の演劇の,まああの一つの特徴、まあ、特に17世紀以降のです、ね、日本の演劇の歴史の特徴ではないかなというふうに思います。そのあたりが あのシェイクスピア時代の劇場の中の様子を描いた絵が少ないということは、あの私どもよくそのシェイクスピア時代の本を読んであの伺うんですけれども、それ以降にあのどんなふうにあのあの描かれた演劇というものが出てくるのかといったようなことを、例えば教えていただければというふうに思いますが、いかがでしょうか。 はい。大変興味深いお話です。本当にありがとうございます。こちらからも、あの、いくつか絵をや図式を共有していきたいと思います。いろんな課題、多分同じような内容があると思うんですけれども、本当に日本レベルの絵画というものは揃っておりません。で、まず最初にですけれども、 まず、イギリスの方では、地震がないからこそ、劇場実態、建物は古いです。日本よりは古いです。その通りなんですけれども、しかし、シェイクスピアの時代の劇場というものは残っていません。それは二つ理由があります。まず最初に1642年に、すべての劇場舞台が閉鎖されまして、国王が、まあ、こ 殺害されということで戦争がありました。で、その時に劇場が建て壊されてしまったんですね。戦争の一部としまして。ということで、我々の歴史をそこで失いました。で、18年間ほどの期間となりまして、結果として18年間では役者としても、やはり他の仕事へと移っていきまして、記憶も大きく失われてしまっているという問題があります。そして、1660年にまたシアターが立ち上がりましたけれども、形としては 変わっていましたというような残念ながら知識のギャップというものが歴史にあります。そしてもう一つの理由はロンドンで残ったものとしましては大火事が1666年にありました。1666年の大火事の結果、木造の建物が多く燃え尽くされまして、またたくさんの本とかペーパー類紙で作られているものが燃えてしまいました。 なので、200年、300年前まで戻ることはできるんですけど、400年前までとなってしまうと、シェイクスピアの頃へ戻りたいんですけれども、なかなかそれが叶わないというのが英国の状況であります。情報が皆さんのように揃っていないというのが英国の状況です。では、続けまして、よろしければ私の方からちょっと探してみますので、画面共有準備したいと思います。 映っていますか。大丈夫ですか。はい、良かったです。ありがとうございます。簡単に話していきたいと思います。あのないものについて語るので、そんなに時間かからないんですけれども、例えばこういう絵画に我々は頼っています。これはロンドン全体の絵なんです。あのなかなかこういうものないので貴重なものなんですけれども、あともう一つここで申すべきなんですけれども、 英国の美術、アートというのは非常に原始的なんですね、この時代では。そしてこのようなより良い美術、アートというものはヨーロッパの大陸から来る方たちが描いてくださったんです。こちら、ロンドン全体像です。そしてその中で、ここちょっとカードのところ、四角をつけましたけれども、ここにこの丸い形の シアター、劇場が2つあります。丸い形。片方に旗が立ってますよね。片方の旗が立ってるので、グローブ座。そして、その隣にある丸い建物が、ベアベイティングということでありまして、ここで、クマとかを使って、クマの、あの、ファイトとさせてるところでいます。ただ、ベアベイティングと書いてあるのが、実はグローブ座なんです。これ、ラベルが間違ってるんですね。なので、逆なんです。これは貴重な、 絵画となっていますけれども、描いた方は正しく名名をつけることを、名前を付けることをあまり注意してなかったんです。で、このような良い絵を見ると逆にたくさんの質問が湧いてくるんです。本当に丸かったんですかそれとも単にパッと見丸かったけれども、実は多面的な作りだったのかとか、そのようなことが気になります。はい、こちらもなんか丸いシアターの 姿が見えますけれども、とても曖昧な描き方ですよね。他の周りのものからどこにあるかなって探す必要があります。そしてこういうものがあります。これは考古学的な研究による結果となりますけれども、基礎の情報がわかるんですね。劇場の。しかし、それ以外の情報はほとんどありません。 こちらはローズプレイハウスという劇場の基礎の残っているところです。で、こちらは高層ビルを建て替える際に見つかったものとなります。この基礎を研究した結果、このようなシアターがあったんではないかというような検討がされています。研究がされています。ただ、残っているのはあくまでも石像やレンガから作られたもの。実際に一番多く使われていたのは木材なんですよね。 もう一つ我々が頼っているのは絵があまりないためにこういう文章です。こちらなんですけれども、この図書はフォーチュンプレイヤーハウスザというシアターを建てるための契約書です。で、この契約に基づいて実際に建てられたものは何かというと、こちらでございます。はい、ご存知の通り。はい、こちらが円泊の姿ですよね。これは非常に重要な 発見だと思います。そして、このたくさんの図書を使って、このようにシアターを再現しています。これはイマジネーションの結果ですね。再現されているグローブザ、こちらです。1997年に建てられました。そして、これを見ると、まず何を思いつくかというと、シェイクスピアの時代のシアターを建て直されているときには、 よく見ると、そちらの方でも再現されている、復元されているものと近しいなと思います。様式としては似ているけれども、最近建てているものというのは共通点だと思います。そしてこのように、最近建てられているもの、まあ、古いものを再現しているときには、このような建物というのは、いろんな意味で興味深く、いろんな情報をこれを建てることによって得ることができます。 1997年時点の発想考えですよね。しかし、それ以来も我々の研究が進んでいます。例えばですけれども、この再現されているグローブ座なんですけれども、丸くないけれども、丸く見えるものはどういうものなのか。これを立てたときに、これは 20, 20の面から多面的に作られる。結果として丸く見えるというような作り方 で決まりました。そして私はストラットフォード市に住んでおります。そのストラットフォードにはいくつかシェイクスピアの時代の建物が残っています。そしてきれいに、例えば左右対称で作られているものほとんどありません。というのも自然の木の形、木材の形が建物を影響したり、でこっちの木が背高い。 片方が背高い建物も、もう片方が建物は低くできてしまうというようなこともあります。なので、このような完璧な丸い優雅な建物というものは、1997年の考え方をそっくり反映してありまして、実際のシェイクスペアの時代の頃のグローブ座はこんなに綺麗なものではなかった。ちょっと変わった角度とかがあったんじゃないかなって思われます。最終的には丸く見えたけれども、完璧な円ということはあり得ないと思います。 そしてこのように建て直していることもありますけれども、それは実はまあ建築業、建て直しの内容についての情報量が多いということがわかります。そしてこちら先ほど小玉先生からもお話がありましたスワンザの方の図面ですけれども、この絵はとてもとても大切です。貴重です。この丸い形をしている中の屋内の様子を描いているのは唯一これとなります。 そして、これを見ると、脳の先ほど見せてくださった舞台と同じような特徴がありますよね。舞台の上に屋根があります。そして、客席は外にあります。屋根がついていない木造のものであります。したがって、その共通点は大変興味深いと思います。 英国と日本は大変離れている国々です。しかし結果としてシアターというと同じような屋内外が混在している環境を作っていた。単純に屋外に少し出ていると照明の問題が解消されるからっていうことかなってちょっと思っちゃいます。さっき見せてくださった写真もそうだったと思いますけれども結局干渉している 客席の方たちは天候はま耐えるしかないですよね。しかし役者さんたちは屋根の下で守られている。そして衣装が保護されて上演を続くことができるということも大変興味深いと思います。しかしこれが唯一の絵となります。そしてあまりいい絵ではないですよね。そしてさらに 具体的に何が描かれてるのかって完全につかみきれていません。今見ると舞台の上に役者がいらっしゃるにしちるかことがわかりますけれども、そして客席が奥にいるように見えるけれども、しかし舞台の周りに誰もいない。そうすると客席、客がどこなのか。 そうするとこのシアターの使い方が複数あったのかとも思われますがこれは公演の瞬間ではなかったということが言えると思いますそうするとここから得られる情報が限られてしまい,しま,いますしかしいくつか大切な情報はあります女性がまず1人か2人ほど舞台上にいますそしてイングランドでは女性の役者はいなかったです当時は男性が女性の衣装を身につけて 実際に舞台に立っていたので、これは大変興味深いと思います。また、足を広げている方がいらっしゃいますよね。この役者については後ほど話していきたいと思うんですけれども、このたった一つのたくさんの情報が盛り込まれてそうでという絵です。なので、日本はたくさんの絵画があって、大変うらやましいです。非常に 豊かな歴史の情報がそこから読み取れますよね。いろんな客の方たち、客層がいたり、舞台上のいろんなシーンが描かれていると思います。あの、文章ではたくさん情報残っているんですけれども、イングランドでは。しかし、それを絵として見るとはちょっと違うことだと思います。はい。以上が私の方から 丸型のシアターについて以上です。また四角い形の屋内シアターもイングランド、イギリスにありました。それはどちらかというと先ほど共有してくださった脳、NO、の劇場とつながりがあるのか。もしかしたらこの四角いものは、もしくはこの丸いものは歌舞伎とつながっているかなと思っています。さてこちらでも図面があります。劇場の図面です。そしてこの図面から 復元をロンドンドでしましまたサンワナーマーーマティアタでですでもこれも復元です。そして想像上のものです。このような図面をもとに作っています。で商業的な理由のためこのような図面をもとにはしてますが装飾はより古い劇場のような外観です。 これはシェクスピアの時代の後の図面なのですが、しかし、サンワナメーカーは、えー、シェクスピアの時代の劇場が欲しいと思いました。図面を使って、しかしながら内装はもっと前の時代の内装をしています。非常に美しい劇場ですが、しかしこうも言えます。どちらかというと復元に関して語ってくれています。シェクスピアの劇場を復元したい。もっと後のではなく。 そしてミックスの、その結果としてミックスの劇場が出来上がってしまいました。そしてこちらもそうですが、我々が持っている絵、こちらも屋内の劇場ですが。しかしここでも、これは本当に本物の劇場なのか、想像上のものなのかわかりません。この舞台上の役者は、それぞれ違う劇からの役者です。そこでパフォーマンスの一瞬ではありません。ここで示しているのは、 役者が何人か有名なそのパーツを演じています我々にとってもシェイクスペアのファルスタッフそしてホステスが前の方にいますそれ以外にもフランスのダンサーがいますそして物語もいます非常に興味深いのですがそしてまた照明も 興味深いかと思います。シャンデリアが2つ、ろうそくがたくさん天井からぶら下がっています。それは皆様のその視覚的にはどうだろうと考えることになります。そしてステージの下の方にも1列、ろうそくがあります。そこで屋内の劇場をどうやって明るくするのかを考えるときに面白いと思います。しかしこのように数少ない絵に頼っていますが、どこの劇場なのかはわかりません。そしてある特定のパフォーマンスでもありません。 そこで皆様がお持ちのたくさんの絵とは全然比較になりません。そして空間もあります。こちらは大きなホールです。こちらでパフォーマンスがあったというのは分かっています。このような空間はまた現存します。こちらはリーガルホールです。シェイクスピアがここ,こで、えー、上演されていました。空爆にもあいましたが復元されています。 そしてこちらはオックスフォードのカレッジのホールです。そしてここでもパフォーマンスがあったというのもわかっています。ホールの中でです。しかし、ホールのどこかはわかりません。多分、舞台が端の方に建てられたんだろうなと考えていますが、しかし事実かどうかはわかりません。 常にこうだったかなと考えています。持っている情報に、ももとにこうかなと考えています。シェイクスピアの屋内の劇場ですかブラックフライヤーと言われていました。しかし、これも目的があって作られた劇場ではなく、古い宗教組織で作られました。これは修道院です。 そして閉鎖されていました。そこで修道院の図面はあります。そしてこの図面をもとに当てずっぽで考えなくてはなりません。劇場はこうだったのではないだろうか。でもこの図面は実は修道院の、劇場ではなく、え修道院のえ、古い修道院の中に作られた劇場です。そして上の階でも劇場が作られましたので、そこであの、考古学的にも残っていません。そしてもう一つ最後にあるものですが、これは小さな絵ですが、本です。そしてこの本は、 小さな舞台の絵が下の方に見られます。右の方に拡大しています。そしてステージがあって、そしてトラップドアがあって、そしてカーテンがあって、このカーテンは装飾されています。これも興味深いと思います。カーテンに関して分かります。しかし、ここでも情報があまりありません。皆様が持っていらっしゃるのと比べれば本当にわずかです。そこでどうなんでしょうか どうすればこのような二つのストーリーを組み合わせることができるんでしょうか非常にたくさんのことを観客に関して語っていただけるというのは非常に面白いと思います。お話を伺っている間にも思っていたんですが、我々は今まで常に観客とは立っているだろうと考えていました。皆様の観客は今おっしゃっていましたが、座っていたと。 そうなりますとどうなんでしょう私たちの観客が立ち席だったというのは本当にと思います。地面に座ることができるんであれば座っていたかもしれないですよね。そこで、我々は今まで引き継がれた考え方があります。そこで皆様とお話しすることによって、ひょっとしたら私にとっても今までの固定概念を 考え方を物申すことができるのではないだろうかと思いました。私にとって非常にワクワクします。先生の方からたくさんの例を見せていただきました。私は少しだけ外観に関してお見せすることができました。そして屋内に関してもちょっとだけお見せすることができました。しかし先生からは非常に多くの役者がステージの上で演劇をしていて、そして観客も様々な違う観客を見せてくださいました。 そこで非常に両方に私は大きく関心を持っています。たくさんの情報を持っていらっしゃいますので、そこで私からはこれぐらいにいたしまして、はい、そしてもしもよろしければ、E メールであの送っていただけますでしょうか。はいはい、そして詳しく見ることができればと思います。はいあのー 絵がふんだんに載っている日本の,あの本は、残念ながら翻訳されているものがちょっと少ないかもしれませんが、あのはいあの、お送りすることはできます。あの先ほどの,あのローズ座の考古学的な発見は大変懐かしくてですね、私、ロンドンに初めて参りましたのが1999年でございました。で、出来たてのグローブ座でその頃ジュリアス・シーザーを確か見たんですけれども、その時に、 えー、開演前に少しあの周りを散歩しましたらば、その、 何か何か工事現場みたいなところで何か映像を流していてこれは何だろうなと思ってあの入ってみましたらばその映像の中にローレンス・オリビエがその工事現場を見ているところだとか何だろうかの映像が出てきましてでその、まあ、ローズ座の遺構、まあ、が見つかったんであるとい、まあ、うでそれがこの <laughs> 現場がそれであるというその,、まああの囲いがしてあってその,あの現場の一部を見せてくださっているというあのスペースがあ,のありましたあのあとあれはどうなったのかしらなと思って ってましたらばああいったようなあのいろんなあの、えー、と研究結果につながっていたんだなと思いました、大変な,な懐かしくあの拝見をいたしました。見せていただいたのサムワナメーカーあのシアターというのは、あのグローブ座の中にできたあの屋内劇場でいらっしゃいますですよね。ですから、あのサムワナメーカーというそのアメリカ人が言い出してグローブ座が再建されたというのも私、非常に面白いことだなと、まあ、思うんですけれども、あのしかしながらやはり、<laughs> あの え先ほどお示しくださいましたように、あの演劇博物館はフォーチュン座を模、まあ、しております。で、おそらくやはり坪内商用は、本当はグローブを考えたかったんだろうと思いますけれども、結局のところ、グローブの正確なあの図面がないので、正確な寸法と正確なその建築様式が分からないということで、あの売買契約書が残っているフォーチュンならば、 あの少なくともあのフォーチュンの正確なあのもの、まあ、人間博物館、ちょっとだけ縮,あの縮めてるんですけれども、えー、は作れるのではないかということで、あのフォーチュン座の、まあ、その当時、もうすでに1910年代いいですかね、あの復元図面はできておりましたから、それにのっとって、えー あの演劇博物館を建てるというそれでもやっぱり1920年代の発想としては非常にまあ先駆的というのか非常にこうわがままというのか <laughs> あの、えー、得意な建物を建てたものだなといまだにあの思います。であの屋内というお話をしてくださいまして実はこの 日本の劇場あのはは、昔からずっと屋外なんですね。それで、あの歌舞伎が始まった頃というのも、まだ屋外でしてその、いつからその劇場の 客席の上にも屋根がかかるのだろうかというのが、歌舞伎の歴史の中では一つ、まあ、あの大きな問題とされていまして、でただ、それに関しましては最近、あの建築の方の,あの方が、えー、劇場に大変こうあの興味持たれている方が、いくつかの,あの、えーまあ、研究と、それから実験を重ねてこられまして、えーまあ あの、江戸幕府という、その、徳川時代を支配していた、あの、体制は、演劇に対しては非常に、どちらかというと厳しいんですね。その、あの、あまりこう、あの、芝居をウェルカムの側ではなくて、どちらかというと、その、まあ、あの、え、なんて言いましょうかね、庶民の、その、はけ口としては必要だけれども、あの、より以上に力を持たせたくないという、あの、のが、あの、ある時期までの、あの、 支配体制のその姿勢でしたので、あの本格的なあの劇場建築というものはなかなか許さなかったんですね。で、でところがある時期からあの屋根瓦の劇場にちゃんとした方があの火事を防ぐという意味では その方が都合がいいということに気がついて、それであの屋根瓦を許すというあの時期ははっきりしてるんですね。でところが、それに至るまでの間に、まあ、これが1600年代ですけれども、どの時点で客席も雨が降っても大丈夫な状態になったのかというのが、実は正確にわからないんです。でただあの、ですので、仮小屋といいましょうか、仮建築で、 あの屋根といっても、ちゃんとそうあの板の屋根を吹かせてもらえるわけではなくて、えーまあ、むしろと言いましょうか、その畳の,あのちょっと少し目の,あの、もう少し詰まったようなものをあの上にかけて、でそしてあの、えー、芝居を見ているんだって、そ,でまあ、そういう記録が残ってるんですけれどもで、それはおそらく雨が降ったらすぐに水が盛るんだろうと、まあ、ある時期までは考えてたんですね。でところが 建築学の方があのいろんな研修を積まれまして、非常に目の詰まったような、そのむしろをあの屋根の上にかけた場合は、もうバケツをひっくり返したような大雨だとちょっと盛るけれども、普通の雨なら大丈夫だということを、あの実際にホースで水かけて実験されまして、それで、もうあのいやおうなく実物で実証されたんですね。でこれには私どももま参りましたという方がなくてですね。で ただ、それがおそらく行われた時期、行われたとかそういう感じの仮の屋根ができたという時期と、演劇の内容がどう関わるかと申しますと、あのそれまで歌舞伎の作品というのは、短い場面をつないでいたような、その短いものをいくつか上演していたようなものだったのが、それぞれがつなぎ合わされて、長編のものを演じるようになったという時期と、 つまり客席側がゆったりと 雨も何も気にせずに長時間観劇するようにですることができるようになったという時期とがおよそ重なってくるのではなかろうかと。これが大体1600年代の真ん中ぐらいだというふうにあの、まあ、考えられてきました。ですので、その意味ではあの劇場の,あの建築とそれから芝居の中身というのはやはりあの連動するものだというふうに、まあ、きっと日本の側では考えるんですけれども、シェイクスピアは あの、リアオのように長い戯曲をですね、ま,あ、まずどんなスピードで演じてだろうかという問題、まあ、大変な問題もあるわけですけれども、あの長い長編をですね、 そうなんです先ほどおっしゃったように観客はずっと立って見ていたのかそれとも、まあ、耐えきれずに座って見ていたのかそのあたりも含めてやはりあの内容とそれからあの客席の様子というのがどういうふうに連動するかというのも一つ問題があると思うんですね。で歌舞舞舞伎の台台には能から あの歌舞伎独自の舞台が発展していく上で、一つ大きな重要なポイントは、やはりあの花道というその舞台から客席の方へずっと伸びてくる通路、これが観客の中をまあ貫通して役者が出てくる重要な通路になってまいりまして、それがまあ、あの どの角度からも見られる中を観客、あの役者が通っていくと、観客の中を通っていくという、その歌舞伎にとっての非常にあの重要なあの演技の,あの場所として、えー、確立していくんですけれども、花道というのも実は、花道の上に屋根がないと、そこで演技する役者は、まあ、雨が降ったら濡れちゃうわけなので、花道が完成するというのも、おそらく。 客席の方にも屋根があるということと連動するのではなかろうかというのが、まあ、あの実は建築に関するそのあの資料、そのあるは実はあのなかなか残ってなくて、えー、文書資料、なかなか残ってなくて、それがいつの時期からだということははっきり明示できないんですけれども、おそらくそうやって、 あの建築の,あの建物の事情と、それから演じられている中身っていうのは、あのいろんな形でこう連動するんじゃなかろうかというのが、日本のその劇場のまあ変遷といいましょうかね、を考える上でのまあ一つのまあ知見なんですけれども、それは例えば、イギリスの側だとどんなことが考えられますでしょうか。 Thank you so、much. ありがとうございます非常に興味深いお話ですおっしゃってる通り屋内劇場ということによりましてまず儀曲の書き方が変わったと思いますシェイクスピアの後半の方を見ると明らかに屋内劇場用ブラックフライアーズ座向けというふうに書かれてあります突然素敵な音楽が流れてるんですよね例えば要素として そしてその一つの要素としては、音楽の響き方ですね。木造の建物の中であれば、音が逃げていかない、その中で響き合うというような素敵な効果があります。また、客席、観客の方ですけれども、より少人数だけれどもっと高いお金を払っている、要はもっと高度なオーディエンスだということだと思います。素敵なお召し物を身につけて、綺麗な状態で、ちょっと、 周りの人たちとやりとりしながら、外だとたくさん聴こまなければいけなかったと思うんですよね。なので、教育レベルがもう少し高い、そしてもう少しお金がある、もう少し社交的な場を求めている、音楽を求めているというような観客だと思います。そうすると、戯曲の中身も変わってくると思うんですね、それに合わせて。なので、シェイクスピアはある意味、 例えば悲劇的なインパクトが和らいでしまう。もう少し遊び心が出ていける。そして、例えばですけれども、直接歌舞伎と比較できるわけではないんですけれども、あるタイミングでシェイクスピアはいろんなものを戯曲の中に織り込みたいと。音楽の瞬間、マスクのモーメント、少しピエロ的なクラウン的な瞬間を作るというような。 なので、いろんな違うものが融合してくるというような作り方に変わっていったと言えると思うんです。それは、ある意味、その歌舞伎の方でも短いものをつなげていって長編に進んでいくということにも近いかなと思いました。そして一つお聞きしたかったんですけれども、その屋根についてなんですけれども、あの、サムワナメーカーザの、あの、 再建に伴うプロジェクトに私は、えー、携わっていたんですけど、その時に屋根の話結構あったんです。で、屋根から派生した話は照明、特にろうそくによる照らし方、特にろうそくを吊るすじゃないですか、天井から。そうすると、上の方にいる観客は、その、 ろうそくを覗き込んで舞台を見えなければいけない。もしくは下から役者がろうそくを手で持っていると影が顔に当たっちゃってすごい怖い状態になってしまう。じゃあ、ろうそくの照らし方ってどうやって成功させるのかどういう意味があるのか特に屋内劇場においてどういうことがあり言えるのかということについて、照明についてはいかがなんでしょうか屋内歌舞伎においてはどういうことが言えるんでしょうか えと日本の場合、ろうそくはがですね、やはりあの大きな劇場空間全部を照らそうとすると、非常にたくさんのろうそくを必要とするので、あのろうそくを使わなければいけない夜の芝居というのは、非常にスペシャルな場合に限られていたというふうにあの言われてまして、これはもう18世紀、19世紀に至るまでなんですね。なので、基本的にはあの自然光なんですね、屋内であっても。 でただ、日本の場合はあの障子という、紙を貼って窓になっているけれども、光は通すというあのものがありますので、あれによりまして、あの外の光は入ってくると、でただ、真っ暗が欲しい時には、そこを雨戸を閉めて、それをあの閉じるということをするというふうに考えられてまして、基本的には日本の,あの江戸の歌舞伎は、えー、夜明けとともに始まって、 そしてあの日の入りとともに終わると。ですので、あのまだ、えー、夜明け間近の朝のうちから始まって、最初の頃やってるお芝居は、まだあの下っ端のペーペーが出ているのであの、そんなにみんな一生懸命見ないんですけども、まあ、大い偉い人たちは、まあ、あのお昼近くなってから出てくるので、そこでだんだんみんな集まってきて、 そして、まあ、夕方、もう火が入って、そしてあの太陽が沈んで暗くなってしまうと、もうそこで、えー、これ18世紀ぐらいからの江戸歌舞伎ですけれども、もうお芝居全部が完結していなくても、本日はこれぎりといって、まあ、そこで終わるというような形式が取られていたというふうに考えられていますのであの、意外にろうそくは使ってなくて、ただ、ここぞという時に、つまり、あの 主役の、例えば、体重をクローズアップするような時に、差し出しといって、このろうそくを台の上に乗せてですね、それをこうやって差し出すんですねで。そうするとここのところからろうそくで照らされて、その顔がクローズアップされるといったようなあのものは、これ今の歌舞伎でも使うんですけれども、あのそ,そういうものを使っていたので、あ何て言いましょうか。えー 劇場全体がろうそくに照らされるっていう事態は実は非常に少ない例だったというふうに考えられています。ただ、あの特別な例で決まっているのはあって、大阪の,あの例えば、えー、18世紀に入りますと、あの劇場は1年間であの役者のメンバーが交代するんですね。 でその1年間、そのメンバーが劇場に専属するんですけども、その新しいメンバーを紹介するのが11月でして、その11月の新メンバー紹介の時っていうのは、特別に夜に芝居をするというふうに決まってまして、その時はロウソクをたくさん使うというふうに決められてましたけれども、それ以外の時は基本的には自然光というのがあの一応の,あの、えー、考え方になっています。 インスピレーションを受けました。今おっしゃったおかげで思いついたことですが、そしてそれは私たちがウィンドウケース s e ト窓という単語を見るたびに考えるのはガラスで覆われている窓です。今がそうだからです。しかし、実は文章を見て、この時期の文章を見ますと、ガラスは値段が高かったと分かっています。そしてて時と場合によっては紙 あるいはパーチメント、用羊の皮を使っていました。それを分かって今考えながら喋っているんですが、どうなんでしょうひょっとしたら私たちの前提が、すべてのパフォーマンスは常にろうそくを使っていた。それは正しいのかどうか、今自分に問うています。そして実は窓が、例えば皆さんが、先生がおっしゃっていたの窓があったのでは、あの、 カバーはされているけれども光が通るような窓があったのではと今思いました。調べてみます。今おっしゃったことがきっかけです。先ほど申しましたように、私たちの劇場の歴史の多くが引き継がれている劇場の歴史です。そして多くの場合、18世紀、19世紀に非常に優れた人たちの考えていたことですが、しかし実は、 時と場合によっては考え直す必要があるかもしれません根本的なことですそして私もやります窓とは何か劇場の窓とは何かの研究をしたいと思います今おっしゃったことがきっかけですけなぜあどうぞどうぞなぜ天然の光を、えー 締め切って、そして高いろうそくを買う必要があるのか、特別な場合は必要かもしれませんが、ひょっとしたら、ひょっとしたら、窓で、ガラスのない窓があってもというのもありかと思います。そして、ガラスを張っていなくて必要に応じて締めるような窓があるかもしれません。アイデアをどうもありがとうございます。 今日のこの対談が非常に洞察をいただける非常に興味深いお話ばかりです。ありがとうございます。あの、一つその,あの例として、これをお目にかけることができるかな。えっ、ー、と、ちょっと待ってください。えっ、ー、と、ここで、ちょっと待ってください。あ、出てこないな。えっ、ー、と、ちょっと待ってください。えっ、ー、と、よいしょ。これでお目にかけられるかな。よいしょ。えっ、ー、と、じゃあ、ちょっと待って これを共有すると、これがその日本で一番古いあの四国のあの金丸沢であの上演した時の様子ですね。あのこの、えー、と暗くなるっていうのを、えー、とあささ例えばろうそくの光っていうのはこういうのをやるんですけども、ここの、こういうふうな形でろうそくを使うんですね。これがあの 差し出しという、まああのえーとまあ、クローズアップ用のロウソクで、これは今の歌舞伎でも使っています。<laughs> この下のところに今、ロウソクがこう来ているわけですけどもで、まあ、問題の明かりですけれども、この、まあ、ちょうどこれ、幽霊が出る場面なのでこの、えーと、ちょっと待ってくださいね、ここのところで、そうそう、こうやると、しょ、ちょっと待ってくださいね。 ここか、これか。よいしょ。あ、ごめんなさい。ちょっと待って、一回、もう一回閉じます。失礼しました。よいしょ、もう一回。よいしょ。これダメだ。一回閉じないといけないんだ。よいしょ、ちょっとですね。よいしょ。うーんと、よいしょ。 これが今ちょうど暗くしたところなんですよね。で、これで、まあこれ、高感度カメラで撮っているのですけれども、この、 これはわざわざこの劇場の中を暗くして、それでまああの演じているとき、ですからこれ客席もっとあのカメラで映っている真っ暗なんですけども、それと、ただ残念ながら今の感覚で言うと自然光だけではちょっと不足だというので、この時は、これ1985年の,あの上演なんですけども、この時はろうそくに見える電気というものをちょっと使って、補助的に使っています。なのですけれども、本来あのそういったものはなかったはずで、 これ、終わった後に、この明かりをあの、えー、開けるところが出てまいります。<laughs> こうやって開けると、まあ、これぐらいの光は入ってくるわけで。 あのこれでおそらくできたんじゃなかろうかというのは、あ,のあれで、まあ、あの人間の明るさを感知するそのまあ能力というのは、あのやはりどうしてもあの習慣によるものですから、今、我々がこんな暗いところで芝居はできるんだろうかと思うところでも、あの慣れてしまうと、おそらく当時の人にとってはそんなにあの暗いと思われなかったということもあるかもしれません。あ,のあそこの劇場でで自然光だけで 芝居をやったときにあの、どんなふうな視覚的効果があるだろうかということを研究された方もいらっしゃいまして、その時はやはり、あのえー、歌舞伎の衣装が非常に派手であるというのも、その光をやはりこうあの、まあ、反射するといいますか、いうようなあの効果もあるかもしれないということと、あと、歌舞伎にはその黒子といいまして、その黒いコスチュームを着て、顔も黒いので隠して、それで、まあ、あの 主役のそのヘルプをするような役回りというのがありますけれどもで今の劇場で黒子を見るとやはりいかに黒といえども 見えるんですけれども、そこは見えないという約束なんですが、あの自然光の中でやってみると、あの黒いのは実は見事に本当に消えるんだということが、あのその実験ではあの割と分かりまして、そういうことも含めて、自然光の,あの効果というのは、いろいろあったんだなということが、今までのところはあのいくつか分かっています。 素晴らしいです。そのような映像を見せていただきました。ありがとうございます。そしてあの素晴らしい一瞬ですね。後ろの方の明かりが入ってきて扉が開かれたとき、本当に興味深いです。ありがとうございました。いろいろと考える種をいただきました。そしておっしゃっていましたが、その明かり、 で、その衣装にも影響があると、私の学生で研究をしているのですが、特定の衣装がどうなるのかの研究をしています。ろうそくの明かりの下でどうなるのかです。そしてだんだんと分かってきたのですが、衣装は非常に色が豊かで、そして目立つものではないと、グローブティアターでは、そしてブラックフライヤーの え、屋内で、そしてグローブで屋外でうまくいくには色が非常に、あの、目立つ色でないとうまくいかなかったのでは原色を使ったのではと。そして彼曰く特定の色は夕方になってくると色が変わってくる。人間の感覚では色が違う色に見える。そしてひょっとしたらこれでブロッキングが、つまりステージのどこに立つかにも影響を及ぼすのではと言っていました。ある人が 影を、他の人に影を及ぼしてしまうのであれば、役者はもっと近くに立つ必要があるのか、視覚的な、色的な意味で。こういうことを今彼は研究しています。非常に面白いです。そして彼も非常に関心を持つと思います。今いただいたような情報、共有していただけるような情報、関心を持つと思います。この映像がイングランドで見られるかどうかはわからないんですが、もし可能であれば、 見ることができれば非常にワクワクすると思います。そして次の話題に行くのが非常に残念なんですが、今の話題でもとても面白いんですが、あと二つトピックがあると思います。そこで二つ目のトピックにパフォーマンスに上演に移りましょうか。よろしければ。はい、もちろんです。はい、では、はい、あ一つだけ一つだけですね。あの日本の劇場はその後にもう一つ大きな実はあの変革を経験します。それはつまり。 あのマスに畳の上に座っていた状態から椅子に座る状態に変わるという、つまり西洋近代の影響を受けてあの鑑賞方法が変わるという経験を日本の劇場はあの、えー、経験するんですね。それが大体そう20世紀の初めぐらいです。ですので、それによってそれまでの マス席といいいいうのはどっち向いててもいいんですよねで,ですので、例えば飲んだり食べたりしながら、時たま芝居を見るといったような参加の仕方たがまあ許されていたのが、椅子席というのは方向を固定されて、目の前にあるものを必ず見なさいというふうにこう固定されると、そこでやはりあの演劇の体験というのは一つ大きく変わったというふうにまあ言われていて、まあ、確かにその通りなんだろうなと思いますけれども。はい では <Okay. S 2> 演技のに。はいでは早速2番目のトピックに移りたいと思います上演ですけれども役者がどういうふうに準備されてどういうふうにお芝居をされていたのか手のジェスチャーや足の動きもしくはセリフの発し方についてこのトピックに移りたいと思いますはいスタン先生小玉先生じゃあ次はどうぞ。 スタン先生から。OK。ありがとうございます。では私の方から始めさせてください。やはりこれに関しましても英国の方が情報量が少ないです。でもこれに関しましてこちらからじゃあまず最初に画面共有いたします。少々お待ちください。 はいまず役者の絵画や絵というものは非常に少ないですそしてあのお芝居してる姿じゃないんですよねただその役者の顔の絵画がありますこれがシェイクスピアのが使っていた役者の中でも一番人気のそうですねリチャード・バーベッジ氏ですでこれは多分自画像だと思われますそしてもう一人の当時の有名な役者なんですけれどもエドワード・アレン氏です こちらが彼となります。彼はクリステファー・マーローの戯曲を演じた有名な役者です。ドクター・ファウスタスやその他のマーローの戯曲で役をというような方です。でもやはりこれも役者としての姿ではなく人としてこの人ですというような映画方になっておりますよね。で、実はこれは ベアベーティングの方を担当している時の絵画となっております。そしてこちらの役者たちは役者として誇りを持っていないということが言えると思うんです。役者としてお芝居をしている姿というものが描かれておらず、人として描かれているということが言えると思います。それ自体非常に社会的なあの大切な洞察があると思います。当時においてですけれども。なので ここで、まず言わなければいけないのが、女性の役者がいなかった当時は全て男性、そして男の役というものはべて、あ、すみません、女性の役というのは全て若い男性が演じていました。そしてもう一つここで申し上げたいんですけれども、あの、まあ、歴史を研究しているものとしまして難しいかつ興味深いと思う内容なんですけれども、イングランドおよびアメリカの人々は、 確かに学ぶために、シェイクスピアの上演を理解するために男性だけでやりましょうっていうことに興味が湧いてるんですね。でもそうすると女性が役を演じることができない。女性が関わることができない。そうしますと、やはり当時は女性差別されていたけれども、ということで。 今はグローブ座が再現されました。しかしグローブ座は、例えばシェイクスピアの当時の上演はどういうものだったのかということはあまり取り組まないんですよね。それは今の時代、今の世の中と流れが違うから。なので、 今日と当時、昔において歌舞伎の違い進化というところで日本でどういう課題があるのかなってちょっと気になります。今の人々は昔ながらの男性だけでやるということは好まないということが英国においては言えると思います。そして戯曲のテキストを見るとこのような瞬間が描かれていることもあります。実際に戯曲のテキストの表紙などに描かれているものです。これを見ると まあ、公演の瞬間かもしれますし、もしくは、その議局のストーリーを一部語ってるというような絵になってるかもしれませんけれども、これを見る限りは、まあ、左側の方なんですけれども、左側の方にいる男性が殺されていて、吊るされている様子がわかると思います。そして、木から吊るされているというのが議局の流れなんですけれども、これを見ると、葉っぱがついている構造物から吊られていることがわかります。なので、小道具から、 要は、偽物の木から吊るされていることがわかると思います。なので、このようなものを通して、どうやって実際にお芝居をされていたのか、上演していたのかということが多少わかると思います。で、この絵を見ていただきたいんですけど、右側の方の男性を見てください。顔が黒色になっていると思います。で、彼は、 についての情報があまりないんです。当時の化粧、メイクアップはどうしていたのか分からないんですよね。例えば顔の肌色をどう変えていたのかということについてあまり情報がありません。じゃあ例えば、これに、この上演に関しましては、実はこういうちょっと不気味なお面を被るということがあったんですね。この面に関しましては、古い建物の壁の中にあったものが発見されたんです。 で、ちょうど口の左側にビーズがついているのがわかると思います。人は、役者はこれを、お面を顔に当てるんですね。そして、その当て方としては、このビーズを歯の間で噛んで固定していたんです。なので、かなり不気味なお面となっています。で、まあ、不気味だけれども、興味深い小道具ですよね。顔色を変えるという意味では。そういうものがあります。また、 このような本がありまして、こういう手のジェスチャーというものが描かれてあります。で、これ、この絵を本日あえて選んであります。こちら、狂言罪も使われていますよね。あの、これ親指アップは、まあいいね、みたいなハンドジェスターだと思います。そして両手だとさらにもっといいねっていうレベルが増しますし、例えばこちらは人差し指で静かにというような、これは狂言罪も使われているようなジェスチャーだと思います。 で、本を見ますと、もう狂言罪は使わないようなジェスチャーもたくさん描かれていて、その意味も書いてあります。なので、昔の上演を再現しようとする中では、近代の役者はこういう本を勉強することがあります。そしてこういうジェスチャーを取り入れようとします。しかし、観客としましては、 例えば当時は目があまりよく見えない。メガネも普及していない頃でしたよね。で、その時に役者には大きなジェスチャーを大きく体を動かしてほしいということがきっと観客の中で求めていた方たちがいらっしゃったと思うんです。そうしますと、ジェスチャーが非常に重要だった当時は、今の自然の見せ方とは違う大げさな動きがたくさんあったんじゃないかと思います。この多くのジェスチャーは、 今日は疲れていません。その意味も失われて、今日の役者がこれを使うと意味が伝わりません。観客側の方に。そして一つわからないこととしまして、そしてこれについてはぜひ日本から助けを求めたいんですけれども、一つのジェスチャーから次のジェスチャーへ優雅な動きでつなげるのはどうすべきか。その移り変わり、あるジェスチャーから次のジェスチャーへの移り変わりをどうなさっていたのかがわからないんです。 なので、この部分的な情報しかないというところが課題です。実際の上演が残っていません。ここに命を吹き込むような上演が残っていないです。その中でどうやって使っていたのかっていうことはなかなか理解できません。絵を見ていくと、これは例えば役者の絵になっています。そのジェスチャーを実際に演じているシーンとなりますけれども。しかし、なかなか難しいです。これを解釈するのは。 なので、一旦ここで止めたいと思います。足の話も後ほどしたいと思うんですけれども、まず最初に小玉先生に手のジェスチャーについて、歌舞伎の世の中での手のジェスチャーについて聞きたいと思いますし、さらに、歴史的な上演、昔ながらのやり方は今の日本の観客に刺さるのか、それとも困ってしまうのか、いかがでしょうか はいいあ,ありがとうございます、えー、と昔ながらの上演、まあ、歌舞伎の,あの演目の中で、そうですね、江戸時代からずっと上演がつながっているものはです、ね、た、まあ、多分17世紀のものは残念ながらほとんどなくて、大体、歌舞伎はまあ一応、1600年代の頭、シェイクスペイと同じ頃から、あの歌舞伎という言葉ができてくるんですけれども。 100年ぐらいかけて演劇としての形態をようやくこう固めて、まあ、いわゆる戯曲に値するようなものができてくるまでに大体7、80年かかったというふうに考えられていますあの。歌とダンスから始まってますので、えーまあ、いわゆる演劇としての形態を固めていくまでに大体7、80年。でそしてその後、今度は人形の、あのえー、人形芝居ですね、文楽の。 パペット・シアターとこう交流することによって、もっと長い長編の戯曲というものを演じるということになって、今日に見るようなあの歌舞伎の,あの演技や様式を固めていったと考えられまして、今、そうですね、見ることができる最も古い歌舞伎の演技というのは、深く、できるだけ遡っても、多分18世紀の前半ぐらいまでだろうと思います。 ただあの、非常に古いあの歌舞伎の中でも、えーまあ、あのそれは、えー、非常にその現在では考えられないけれども、あの面白いものだとして、あの受け止められる、まあ、歌舞伎はそういうものだという形で受け止められるものもありますし、ま,あ、また、そうですね、えー、700年代、18世紀の中盤以降になりますと、非常にこう、 あの深刻なドラマが人形芝居に書かれてでそ、それを歌舞伎で取り入れて上演するということが非常に盛んに行われます。歌舞伎の中で非常にその、まあ、深刻なドラマが演じられるのは主にその人形浄瑠璃の台本を演じているときなんですけれども。でその,あの演技はあの まあもちろん演じ手によりますけれども、あの非常にあの現代の観客にもいわばあの刺さる、ドラマティックなあの演技というものを展開することも可能にはなっています。ですから、ただ、全般的にあの日本の古典的な世界と現代の若者との距離はだん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 と空いていますので、まあ、そこで若者に振り向いてもらうために、歌舞伎はいろんな、えー ロンドンであの隣のトトロが確かあのお芝居になったと思いますけれども <laughs> あの、えー、同じようにです、ね、宮崎アニメを歌舞伎にしてみたりですとか他の漫画を歌舞伎にしてみたりといったようなさまざまな試みはなされますけれども、まあ、一番熱心でコアな歌舞伎ファンはあの昔ながらの歌舞伎の演技というもの,を、まあ、あのに非常に愛着を持っているということは言えるんじゃないかなとは思います。 で先ほどのそのあのあ手の動きですけれども、確かにそのあのあ手の動き、それだけを名付けるということは、歌舞伎の中には実はあまりあの全然ないわけじゃありませんけれども、まああの少ないんですけれども、むしろあの私の知る限りであの手の動きに関するあのネーミングが非常に細かいのは、ベイジンオペラ、あの強撃ですね。で強劇はですね本当にに指のの動き一つ一つにあの 名前がついてまして、でまあ、むしろあのそれを見せるんだけれども、それはその,その指の動きだけを見せることが目的ではなくて、その流れていく演技の中のポイントポイントでその動きをするんだということを、多分 あの彼らの,その、そ何て言いましょうかね、ネーミングは示唆してるんじゃないかなと思うんですけども、ちょっと一つだけ例,例,例と言いますか、あのこんなものもございますというのを目にかけますと、これは、あと言って私も中国語は実は読めないんですけれども、あの、えー、とこれは中国のあの攻撃の辞典なんですけれども、それを、あの 台湾でで買ったんですねあの,台湾の漢字は日本の漢字と同じなので、実はちょっと読めるんです。中国の漢字は日本人でも読めないんですけれども、台湾の漢字は日本の昔の漢字と一緒なので、ちょっと読めるんですけれども、でこれによるとですね、そのまあ紛争、それからさまざまなあの動き、いちいちにです、ね、全部名前が 付けられてるんですねその役柄はもちろんですけれどもこのこの辺は役柄の話なんですけどもこうやって指の動きですねこの指の動き一つ一つにこう名前があのついていてでそしてあのもうあの どの動きからどの動きへ移行するのだということでもってあの、おそらく文字によって演技の記録が書けるぐらいの,あの精度であの、えー、と名前がついていますで。歌舞伎は、ね、そこまでなかなかいかないんですけども、実はあの脳ですね、あの脳はあの、えー、それぞれの動きに、まあ、たくさん名前がついていて、例えば脳の中で泣くというとこうあの、脳はほとんど動きませんので、それ動かないままにこう。 溢れる涙を抑えますというような形でこう、あのこうするとあの泣いていると。 いうあのあの、まあ、記号になるわけですねでもっと号泣するということになると両手でこうすると、まあ、あのもっと涙を流しているというあの記号になるんですけれども、まあ、もちろんあのそれだけを見せるのではなくてそこに至るまでの動きがあるんだけれどもそのどこでどういうようなその動きをするのかどこでどういうような型をするのかということに関しては例えば脳は、えー 16世紀のうちから、あるいは17世紀かな、17世紀のうちから、そういうそのあのあ型の記録というものを文字で残すと。といいますのは、あの歌舞伎がどんどん庶民の人気を集めるのと並行して、能は庶民からあのもう少し、えー、階級が上の武士や あのえー、と大名たちのあの、えー、好むものになっていきますでそうすると、そ,のそれぞれの大名のお抱えの能楽師というのが出て、その人たちが上演をするわけですけれども、そうすると今度は、まあ、いわばあの間違ってはいけないわけなんですよね。その自由なパフォーマンスよりも、その決められたパフォーマンスを間違いなく行うということが大事になってくるので、どのようにパフォーマンスするかということをしっかりとこう記録してで、そしてそれを踏襲していくというあの段階に進んでいくので、 そのおかげで、かえって記録が非常にしっかりと残るということになっています。それを見ると、つ、ま、な、あ、あぎの演技というのはどうするかというのは、例えば現代、17世紀の演出の記録を見て、現代の役者がしようとすると、そのつなぎ目をどう処理するかというのは、やはり現代の役者のセンスに任せられるところがありますけれども。 あのパートパートではどんな動きをするのだ、ここではどういうような小道具を使うのだと、まあ、いったようなことをたどることはできるということになっています。歌舞伎は実はその種の,あの非常に詳しい演技の記録が出てくるのはもう少し後ですね。えー、おそらく あの本当に一幕全部の,あの細かな記録が残ってくるようになるのはおそらく19世紀になってからで、あの歌舞伎はそれまででしたらばあの、台本によってどんなふうに演じるのか、あるいは、まあ、ある程度のアクセントは、まあ、分かるので、どんなふうに発生したのかということがたど、まあ、れるというあのところです。ただあの歌舞伎ももそれから能 今日に至るまでずっと演じ続けられている演目というのが、まあ、たくさんありますで。もちろんそれは人間の伝言ゲームですからあの、18世紀そのままが全く今日まで冷凍保存されているわけではないのですけれども、ただあの、今日の感覚によって新しく作り直したというものではないので、でその中にあの、えー、と生かされている体の動きですとか、それから、まあ、あのセリフの言い方ですとか、そういったようなものの 骨組みのようなものを、えー、生かして、多分こんなふうに言ってたんではあるまいかとか、えー、いうふうに類推ができる場合もあります、えー。できない場合もあります。つまり、あの今日はこんなタイプのあの台本はないなというようなものに関しては、これはどうやったんだろうと、えー、お手上げになる場合もありますけれども、今日やってるのと同じようなタイプの台本であれば、あ、多分こういうふうに言ったんじゃなかろうかというような類推を、 今日にその身体的な伝承が残っている演目から遡って考えるということは場合によっては可能となるというのが多分あの歌舞伎や能の場合のこう演技をこう遡って想像する方法かなと思います。 実は私、気づいていませんでした。あの、歌舞伎の、その、浄瑠璃、人形劇との関連は考えたことがなかったです。非常に興味深いです。そして、どうでしょうか例えば、人で、そして、人形で、両方で存在するようなものがあるんでしょうかそれを比較することはできるんでしょうか両方並行して存在するんでしょうかそして、シェイクスピアの時代の劇場では、 またその人形劇はありました。しかし人形たちはあまり尊重されていませんでした。ある意味単純化でした。そして割と劣化劣化バージョンと考えられていました。そこで 私たちも人形から学べることはありますが、しかし、それは劇場の、ま、少し低いレベルのバージョンと考えられていました。しかし、日本では、そうではないようですね。そこでもう少し教えていただければと思うのですが、はい、次の他のものに行く前にもう少しお話教えていただけますか、はい、あの、えっ、ー、と、日本の人形劇は、あの、まあ、 例えば子どものためのメルヘンであるとかではなくて、非常にその現実の社会を生々しく描くあの大人のための人形劇でしたので、あので今日まで残っている作品で、そして歌舞伎と同時に残っている作品は、あの実はたくさんあります。はい、なので、あのえー、どうしようかな、ちょっと一部だけ、もし何かお目にかけることができたら、じゃあ何かお目にかけたいと思います。あのちょうど、えー、先週、あの大学の授業でやったところです。<laughs> ちょっとですかね。<laughs> ええー、とじゃああの一つあの日本どうどう言えばいいかなえっ、ー、と、えー、日本におけるフェードルのようなお話、えー、ですね、えー、あの。 義理の息子に恋をしてしまった母の話というあの、まあ、題材がございまして、そので,ですけども、日本のまあ話は大変入り組んでいるので、その、えー、母の,あの、えー、と恋というのは、実はあの、えー、と嘘なのですけれども、偽りで、そこにはその息子を救うための計略があったという、そういうまあ設定なんですけれども、まずちょっとじゃあ人形の方であでご覧いただきましょうか。 もう彼女がそのこれからそのママ子を連れて行こうとしてそのまああの、いわば横島な恋に狂ったあのところという、そういう設定です。 とと、まあ、いうところを同じところをあのではあの歌舞伎の方で今度は全く同じ場面をお目にかけてみたいと思います。 这么多。突然突然 こんな感じですねあのという、まあ、今のがあの歌舞伎とそれから人形浄瑠璃とで同じ場面と、まあ、いうあのことになります。まあ、あの基本的には同じあの場面を同じように演じてるんですけど、ちょっとだけ違いがねあの男の方を角口へ追いやってこうあの見えをするようなところというのは文楽の方にありませんでした。逆にあの文楽の人形の方はあのすごくリアルにあのいなづけの若い姫をこう 桁をしてずるずる髪を引きずったりするんですけども、やっぱりちょっと女方にあれはなかなかできないということで、ああいうのは人形の方にしかできないとか、まあ、いくつかの同じところと違うところでそれぞれの特質はあるんですけれども、まあ、基本的にはあの戯曲はああいう形で同じものを演じているというのが歌舞伎と文楽の,、まあの端的に言うと共通点ということになりますね。 OK, thank you so much. I think we have a lot ありがとうございました。はい。あの話題がなかなか尽きないんですけれども、時間がどんどん進んでいってしまうという状況でございまして。なので、続けまして、三つ目のトピックへ進みたいと思います。もしよろしければ、ここで足の動きとかセリフの端方を3番のトピックの中で取り上げてもらえればかと思います。 はい。ありがとうございます。では、もう少し手短に話していきたいと思います。あの、本日の会話は、まあ、とにかく話題が盛りだくさんということが何よりも分かったことです。もっともっとこういう会話をしなければいけない一つのことをどんどん深掘りしていきたいと思うんですけれども、では、簡単に私の方から音の話、音響の話をしたいと思います。先ほどの小玉先生が紹介してくださった動画で音も聞こえてきました。で、役者の音、 喋っていないし、歌ってもいない、その間のどこかで音を出しているというような役者さんたちですよね。そして、英国に関しましても似たような音を出していたのが過去にあったけれども、今はもう失われています。ここに関しましても、日本から学べることがあると思っています。はい。英国の方なんですけれども、役者こういうふうに聞こえていたというような、 オーディエンス、観客の説明文があるんですね。例えば、ブルザでの、あの、すごく力強い声で、優雅な声で話すとか、もしくは、この役者はまるで、本当に汚い声で話しているとか、もしくは大きな声で喋る。そして、これは悲劇的な音で、声で喋っていたというような。なので、やはり、こういう、 文章を読むと、自然とは違う喋り方を役者は舞台上していたけれども、本当にどういう音だったかっていうことは分からないんですね。しかし逆にこういうものがあります。これは18世紀からのものなんですけれども、シェイクスペアから2世紀後のタイミングとなりますけれども、18世紀のタイミングで、デイビッド・ギャリックという非常に有名な役者が、ハムレットの To be or not to be のセリフをどういうふうに発したのかということを記録されているんですね。で、ここでは要は楽譜のように、 に記録ししようとしています。これをそのまま再現しようとするととても違和感のある聞こえ方になってしまうんですけれどもポイントとしては多分先ほど流してくださったような発し方に近いんじゃないかなと私は感じます歌ってるようなしゃべってるようななのでこれは大変興味深いポイントです。 日本の方ではそれが伝承され継承され残ってるっていうところですよね。合わせて、上演、公演はこうやって離れてる国々で、このような類似点がなぜあるのかということも大変興味深いです。お互いから何か、例えば国際貿易によって学び合いがあったのか、それとも全く分かれていた時に、 要は、マイクとかがない頃は、このような発し方の方が、普通の喋り方より、響きが良かったのか、届いたのか、ということについても、小玉先生の考え方もお聞きしたいと思いますし、そして、そこから次に、リハーサルの話に行きたいと思いますけど、まず最初にこの音について、発し方、まず音楽について、そしてなぜ役者はこういう発し方をしていたのか、ということについて聞かせてください。 はい、ありがとうございます。あの楽譜のような形で、その音の工程をこう残していくっていうのは非常に面白い。あの、えー、資料だなと思いまして、えー、日本の場合、その？ 音の工程についての,あの資料がそうですね、17、8世紀の間にはなかなかないと思いますけれども、日本の、まあ、たさっきご覧いただいたものは、あれは18世紀の後半にじあの初演された作品で、今日に至るまでほぼほぼあのずっとあの絶え間なく上演が続いてきているものです。ですので、まあ、遅く見積もってもおそらく19世紀の,あの、えー、前半ぐらいからは、 あのほぼ今日に至るまで、あのあの例えば人形の方の,あの演奏であるとかは、あのかなりの,あの精度で伝承がされているんではないかなというふうに思われます。で、あの歌舞伎の作品、たくさんありますけれども、やはりあ,のある程度共通するアクセントのようなものはあ,の、えー、とありますし、それからあの歌舞伎にはもう一つ、その、 役柄という考え方がありまして、その、敵役は敵役のように、えー、まあ、いいものはいいもののように、老人は老人のようにという、その、えー、そ,のそれぞれの役柄に即した喋り方というものは、さまざまな形の伝承があります。で、その一方に今度、例えば、能もさることながら、あの狂言という、その、能はどちらかというと、あの、 歌ったり、舞ったりの方ですけれども、狂言はセリフ劇なので、この狂言の喋り方というものが一方に非常に強固に伝承されています。でこの狂言の喋り方と歌舞伎の喋り方に、やはりあの共通点もありますし、違うところもあるんですけれども、やはり共通点はあのアクセントの置き方ということで、それらを総合すると、やはりあの大体どんなふうに喋れば、 古典的な歌舞伎風に聞こえるかということに関する、ある程度のコンセンサスは取れるんですね。ですので、まあ、あの、そういった形で、あの歌舞伎は、あのだいたいこういうふうに喋っていただろうというようなことの、あの類推が、まあつく、特にあの音楽がついている場合は、あのだいたいこういうふうだろうと。これがもう音楽のないところでの、その自然な喋るということになると、江戸時代の人たちがどう喋っていたかということになるので、それはあの、非常になかなかあの。 言語学的にも難しいのですが逆に言語学の方が江戸時代の皇后の,交互の、えー、資料として歌舞伎の台本をあの研究するといったようなことがあの行われています。歌舞伎の台本はあの 印刷されて刊行されるものではなくて、あのあの現場のためにあの書き写されて、伝承されていくものなので、あのその都度その都度あの書き換わっていくんですけれども、その,あのためによりあの実際に近いその口語が書き留められる可能性が高いというふうに考えられていると思います。 でもう一つあそうです、ね、あの声の,あの老晶の仕方ということですけれども、これはやはり、まあ、あの屋内とはいえ、さっきのようにその光も入ってくる、まあ、場合によったらその窓を開ければ、塔を開ければ風が入ってくるというような密閉されて、針の落ちる音さえも聞こえるようなところではないところで芝居をしているということが、やはり大きな影響を持つのではないのかなというふうに思います。で逆にあの江戸時代は 江戸時代に限りませんね、あのえー、例えば1960年代、70年代ぐらいの日本の劇場、外の音が時々聞こえるようなあの、えー、空間もございましたけれども、江戸時代はもっと多分、外の音がことによると聞こえてしまう、逆に劇場の外にいたけれども、中の声が聞こえたというような記録や伝説はあのたくさんあります。でですのでそうういったようなあの、まあ、やはりあの えー、音の点から言っても開放的な空間で演じているということがやはりあの、えー、そういう発声の、まああの元になっているのではないかなと思います。あの狂言の喋り方というのは中世以来の,、まあ、あの伝承なわけですけれどもおそらく中世の人間があの,あの狂言のスピードで喋っていたとはちょっと考えにくく多分もっと あの実際のしゃべるスピードは速いんだと思いますけれども、狂言の,そのまあデクラメーションの付け方というのは、やはりその、あのー、狂言も初,初期は屋外ですから、その屋外でその観客に向けて発,発生するという時に、どのような発生が効果的であるかということが伝承されて今日に至っているのではないのかなというふうに思います。あのー 狂言の野村満斎という役者がおいるんですけども、その彼があのオイディプスを演じて、えー、とギリシャの,あの古代の劇場にあの行ったことがあります。普段とどう違,ったん違いますかと言ったらば、やっぱりあの、えー、ギリシャの劇場はその、の普段はあの能舞台はそのどちらかというと観客が自分の目より下にいるので、まっすぐ向かって喋ればいいんだけれども、ギリシャの,あの劇場はこう上にまで観客がいるので、その あの空中に向かってセリフをワっと放す放つっていうそのあの仕方が普段と違うというようなあの言い方をしていましたけれどもやはりそういうそのあの空間をどんなふうに意識するかということがあのやはり発生には非常に密接に関わるんではないのかなというふうに思います。 どうもありがとうございます。本当にありがとうございます。考えることをたくさんいただきました。そして、その空気に向かって喋る、空間に向かって喋る、それもおっしゃる通りだと思います。私たちの劇場でもそうです。ある意味、非常にギリシャの劇場の貧しい真似事だったかと思うのですが、伝統的な劇場を復元しようとしていました。 では、5分間休憩にしましょう。はい、ありがとうございます。では、始めましょうか。では、3つ目のトピックです。非常にワクワクするトピックですが。では、どのような台本を役者は使ったのか、そしてその台本を使ってどのようにリハーサルをしたのかです。では、少しお見せしたいと思います。私が非常に関心を、長い間関心を持ってきたテーマです。個人的にです。 しかし非常に気になるような、しかしワクワクするような構造がほんの少しだけあります。役者たちはイングランドでは何を手にしたのかですが、これは巻物です。つまりロールという言葉がそこから来るんですが、そしてこれが劇の一部でした。パート、ロール。 えそしてそのパートだったからです。そして役者が手にしていたのはその役者さんが言うことすべて彼のセリフすべてです。そしてセリフの前に見えますけれども長い線があります。横切っています。そしてその線の右の方に。 少し単語が書いてあります。これが Q です。そしてこの Q を、えー、出てくるかどうか聞いて、そしてその Q が聞こえたら自分のセリフを言う。そしてこの線の右の方にある Q が聞こえたら次のセリフを言う。ということはこの紙は彼のセリフすべて、彼が言うことすべてがこの劇に関しては載っています。しかし、他の 役者に関してはあまりありません。ストーリーに関してもあまりありません。彼に対してみんなが何を言うのか、彼に関して何が言うのかも載っていません。自分が言うことだけです。そして Q、この気をつけて聞かなくてはならない Q もあります。そして、ひょっとしたら、これと比較できるのがオーケストラかと思います。そして、大きなシンフォニーオーケストラの場合には、シンフォニー全部が 与えられません。バイオリンの場合はバイオリンのパートのみの楽譜が与えられると思います。そして指揮者が全てをつなげて、それがシンフォニーになります。同じようなことがここでも起きているようです。役者はそれぞれのパートの分の台本をもらっています。そしてそれが全部組み合わされます。 コンンーによってでですすそれれパフォーマンスが生まれます私がこの別々のパートに非常に面白いと思いました。そしてこれに関して何がいいのかもわかります。すべての役者は別々のパートに関して自分がヒーローであるとこの劇に関してはと感じることができます。しかしこれに関して少し不思議なのは役者さんは上演している時には自分のセリフは全部わかっています。しかしある意味 自分が参加している劇に関しては分かっていません。それがどのように機能していたのかどうか、対話的にはどうなっていたのかは分かりません。それをお見せしたいと思いました。また、えー、このようなものも、これは18世紀になりますけれども、あの、役者は長年こういうふうに、こういう役を受けていました。こうやってプリントされたとしても、あの、手で書かれたもの、他の役の セリフはなくしちゃって、自分に対しての合図となる「Q」だけという形を求めていたんですね、このやり方が何か役者としてやりやすかったんでしょうかということも大変興味深いんですけど日本はどうなんですかえと日本も最初はやはりそのあの書き抜きと言いますけれども、あの自分のセリフを書き抜いたも、えー、のだけを手にしていたはずであります。 えといつ頃から書き抜きというのがあるのかということに関しては、これはなかなかの難しくですねあの、えーと、書き抜きの現物が残っている例というのは、おそらくそうですね、18世紀のうちの書き抜きは残念ながら残ってないんではないかなと思います。 19世紀になりますと、いくつかあの残っているというぐらいになりますけれども、ただ、あの17世紀の資料ですでに、あの書き抜きらしきものをあの作者が書き留めている様子というのが絵に書かれておりまして、これがそうなんですけれども。 あのここのところで何かこうあの筆で書いているあのえの、お稽古をしているようなんですけれども、それをあのあの書いているのがいますので、まあ、これが17世紀の終わり頃の資料ですので、まあ、この頃からすでにこうしてあの書き留めておく何かというものはあったんだろうということはあの推測されるということになっています。 えとで劇全体をどうやってあの役者が知っただろうかということなんですけれども、あの上演にあたってお稽古をする前に、一応、ですねそのあの話全体の,あの、劇全体についての話をするというあの工程があったようです。えー、と一応あの当時の役者 であり作者であった人の日記が残っていましてあの、うちの演劇博物館の副館長が発見したんですけれども、それがですね、まず最初にプランをあの立ててで、そのプランについての相談をあの、えー、プロデューサーその他とするとで、そしてその相談がまとまってくると、えー、劇全体をこ,うこしらえていって、 だいたいこういうような話にするぞというシノプシスについて話をする。そしてそれをさらにまとめて、えー、稽古にかかる。最初は稽古は座った形で、えー、あのするんだそうです。それから今度は立って稽古をして、そしてその次にこの振り付けといって、つまりどういうふうに動くかということに関しての稽古をして、で最後には仕組みといって、 立ち回りだとか、あるいはそさまざ、あ、まな段取りとかを最終点検をして、それであの上演にかけるというふうな段取りが、一応その日記やあのその他の資料からたどることができる、それが大体、えー、17世紀の終わりぐらいのあの段取りというふうにされています。ですけれども、あのおそらく19世紀の終わりに至るまで、いや、20世紀の。 中頃に至るまであの作品の全体像が、えー、演者の手に渡ることはなくてですね、えー、ずっと書き抜きによって、えー、と演者たちはあの、えー、自分の役を把握して、その お稽古の段階で1回作者が作品を全部通して読むという本読みというのが18世紀に入るとあの行われたようです。その本読みの時点で全体の筋の流れを知って自分のパートがどういう働きをするのかということを知ってそしてまあ演じたというふうにあの考えられています。あの あれに関するあの、えーああ、これが今ちょうど見えているのが、これがあの、えー、と役者が持っていた、これは自分の得意な役のセリフだけを書き抜いて持っていたという、あの、帳面の,あの写真です。えー、これ上と下ですみません、別な写真、ちょっとあのあのフィルムを節約するために2冊重ねて撮っているので <laughs>、上と下が別なものなんですけれども、あの、ここの、 一つと書いて、その下に書いてあるのがセリフです。ですから、これはあの前の役者がどんなあのセリフを言ったらそれを受けるかという Q すらも書かれていません。なので、自分の,あの役のセリフだけが書かれてますけれども、これをそのさまざまなたくさんの役のセリフをこうやって持っていたのは、おそらくこれは、あの、 地方に巡業に出るときにたくさんの台本を持っていくことができなくて、自分の役を確認するために自分の役のセリフを書き抜いた部分だけをごっそりと持っていって、それであの確認をしてするのに使っ,たので使った資料なのではないかなというふうに思われていますけど、これがまあ大体19世紀の真ん中半ばぐらいの,あの資料です。なので あの作品全体を知る機会というのは稽古の時の,その、えー、作者が全部をよ全体を読む時でそしてその後の、えー、稽古の中で自分の立ち位置といいましょうか作品の中での位置を固めていくというのがあの日本の歌舞伎の在り方のようですで歌舞伎の台本というのはあの活字に印刷されてあの えー、出版されるということが長らくありませんでした。えー、と近代に入るまでなくて、江戸時代の間ずっとあの劇団の中での秘密事項として扱われていたんですね。でこれは図らずもその狂言もそうでして、狂言も実はあの台本があの刊行されることがなかなかなありませんでした。おそらく私は思うに、狂言と歌舞伎はある程度の即興性とアドリブの あの機会が許されていて、その台本を固定したがらないというあの、えーまあ、あの性質があると。でそれに対してあの、先ほどちょっとご覧いただいたあの人形劇の浄瑠璃ですとか、それから脳はあのしっかりと台本を固定して、これはもう印刷技術が、えー、発明される、うん、1600年代、700年代からもうすぐに、えー、台本をすべてこう 木版で印刷しててすするといいいう習慣が根付いていますでそしてそれを見て、えー、音楽としてお稽古する人たちが出てくるというあのお稽古ごとになって流布していくというそういうその台本を固定するジャンルと台本を固定したがらないジャンルというのがあって歌舞伎はどちらかというと台本を固定したがらないジャンルにあの属していてそれは多分客席との 欧州であるとか、さまざまなその即興性を生かして愛と。いうその歌舞伎の性質に、あの多分根指してるんではないかなと考えています。<laughs> はい、大変興味深いです。 そしていいくつかか英国ととと共通点とか比較になるる内容があると思いました。資料などを見ますと例えば戯曲を書きたい人はそのこういうものを語りたいということを提案するそして「あじゃあ書いてください」と受けるとシナリオを書き起こすんですね。そして次に劇場会社の方がそのシナリオを所有し じゃあ続けてこれをセリフとして台本として書いてください。もしくは他の人にその台本を書かせるというようなこともあると思うんですね。そして台本として出来上がります。劇曲として出来上がります。その時にやはり今のお話の通り役者の方に読み上げていくということがありました。しかし、劇場によっては 常にそこで働いいいてる役者さんたちがいたりします。もしくはこっちの演目だけしか雇われないもしくは大きな役は与えられない人たちもいるそういう人たちはその読み上げは聞くこともできないんですね。で大変興味深かったのが先ほど画面に共有していただいた内容なんですけれどもその即興については非常に面白いと思います。どこまで即興が できていたのか、許されていたのかっていうことはとても気になるポイントです。役者によってはかなり自由な即興をしていた。特に笑いの役、いわゆるクラウン役というところが結構やってたんじゃないかと想像しております。で例えば、始まりは台本から、台本から、しかしそこから即興へ。そして即興は、例えばさっき言ってた Q の最後の3号。そこからスタートしちゃえば、 いいんですよね。要は、即興はする。最後の最後だけを揃えちゃえば、次の役者に渡すことができちゃう。即興し、最後の最後に Q を出すっていうところをするっていうことができていたんじゃないかと思うんですけど、さっきお見せしていただいた内容だと、その、他の役者のセリフ一切なかったですよね。そうすると、じゃあ、即興が終わりました。で、次、 私が発する番だっていうのは役者はどうやって気づいたんだろうなっていうのはちょっと気になりました。じゃないと被ってしまいますよね、役者の台詞が。なので、Q が入っていないものって実際にどうやって使われていたのかってとても気になります。そして、なぜそういう役があったかと我々が考えているかなんですけれども、今おっしゃっていただいた通りなんですけれども、役者はやっぱり、は、出版してほしくないんですね、戯曲や。 台本を見に来なくなってしまうんではないかと恐れていたんですね。で、そもそも、そのプレイというもの、劇局というものは数少なく、あまり広がらなかったと思います。そして紙もとても高額ですし、手で書き起こすっていうのも、労働力が、お金がかかりますっていうこともありましたけれども、すいません、質問に移ります。即興の始まりと終わり、旧なしでどうされていたんですか 先ほど多分あのお目にかけたあの、Q、の載っていないセリフの書き抜きは、そそのそれももっと先にお目にかけたの人形浄瑠璃とかからの作品が多いので、台本が決まってるものですね。ですから、あのそれによって多分あれはあまり即興の要素が入り込んでこない作品だと思います。で歌舞伎には実は今でも即興を許している部分というのがありまして、その あのこの役のこの部分はあの即,興にあの即興でやって構わないというその特に現代的なあのあの時事ネタを取り入れても構わないというふうに許されている役がいくつかありまして、えー、ですのでそれはその部分、まあ、いわばその役者の独演形式になるのでそこのところでその部分のに関しては裁量に任せるといったような あの、えところが、あの、今でも行われています。ただ、江戸時代のその即興に関しては、まあ、からないところたくさんあるんですけれども、で、しかもこれ、伝説的にいろいろと語られるところがたくさんあるので、坂田東十郎っていう、その非常にこの長いセリフを得意とする役者が、その、あの、セリフにかかろうとすると、あの、 えー、お客の方が大変なファンでそのそこれから藤十郎が言うセリフを全部ずら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 っとあの客席の方で言ってしまったとそれを聞いた藤十郎が逆さまから言ったっていうそういうような <laughs> あの伝説が一応 あったりするのですけど、まあ、果たして本当にどこまでどうやら分からないのですけれども、まあ、少なくともそういった類の,、はい、あの伝説はまあったりですから、まあ、あの実は歌舞伎の中にはそのあの、えー、現代的なあのあの時事ネタであったり何だったりを取り込んでする、あの割とその固まっていない部分というのがあ、あるいは楽屋落ちといいましょうか、役者同士の噂話をするような、あのそういったような笑いの部分という というのがあの江戸時代の特にあの江戸の,あの芝居の中、江戸の歌舞伎の中にはあの京都、大阪よりも江戸の歌舞伎の方に非常にふんだんにあ,のありましたので、えー、まあその点ではあのかなり歌舞伎の中にはそういう即興であったりあの即興に見えるんだけれども実はちゃんと台本に書き込んであるというような笑いの部分というのがたくさんあったというふうに想像はされます。 どうもありがとうございます時間がなくなりつつあるのが気になるのですがもう一つ文章をご紹介したいと思いますそしてもう一人人物をですそして彼らに関して伺いたいと思いますあの似たような方がいるのかですここだったと思いますこちらの方ですがこれは上演です そしてこちらの人が、こちらはプロンプターです。そしてこの人が、当時はディレクターはいませんでした。しかしプロンプターがいました。そして彼が劇全部を手に持っています。そして棒を持っています。そして彼がある意味このパフォーマンス指揮をしています。そして役者さんが、時間通りにセリフが言えるように手伝ってあげています。こう、棒で指さして、次はあなただよと。 そして、彼は多くの場合、ステージの上にはいません。舞台裏にいることが多いと思います。カーテンの裏から、ああやれ、こうやれと叫んでいます。そして、時々にこういう劇があります。そして、プロンプターが聞こえます。プロンプターが within でディスミスタ s こうと言ってます。そして、役者がその後ディスミスタ s t h プロンプターが聞こえませんかと言っています。すなわち、この人は概念的には、 そのディレクターのように指揮を取っているわけではないのですが、しかし現実的にこの運営を譲っています。そういう人は日本ではいたのでしょうかそしてこの人は台本は役者さんとは違う台本を持っています。こういう台本です。そしてこちらの台本にはすべてのその登場、あるいは退場が出ています。すべての舞台の え、対話は全然ないのですが、しかしこちらの台本では、このプロンプターさんが舞台裏からすべての役者が時間通りに登場して、そして役者に対して、次は誰々退場とか言うことができたわけです。そこで私が関心を持ったのは、この人。 そして、いろいろと牛耳っているんですけれども、しかしあまり考えずに、でも実際に彼がいろいろとや、うんま、スムーズに流れるようにしています。そういう人はいたのでしょうかお願いします。日本の歌舞伎の場合もやはりディレクター、演出家はいません。で えー、日本の歌舞伎の場合は、基本的には主演の役者がそれを兼ねているというふうに考えられます。つまり主演の役者が他の隅々の役まで分かっていて、そしてあの全部に目を光らせているというあの形をとっていると、まあ、ああいうふうに思います。なので、えー、お稽古においても、その主演の役者と、それから多分、あの主席の作者あの、日本の歌舞伎は合作制なので、それぞれの幕をそれぞれが書き分けて、 最終的にトップの作者がそれを統合するというような形をとりますけれども、その全部分かっているあのトップの作者と、それからその主演の役者とのコンタクトによって、全体の,、まああの統制が取れていくというような形をとっていると思いますけれども、プロンプターは実際には存在したと思われています。ただ、プロンプターに関するあのあの資料、なかなか少ないんですけれども、肝、え、心、ー、帳という今でも大変人気のある作品がありまして、それは、 能舞台をあの模したあの、えー、ステージで歌舞伎を上演するという、まあ、大変あの新しい試みだったのですけれども、普通の場合でしたら、プロンプターは大きな木を立てるとか、石を置くとかすると、その影に隠れることができるんですけれども、<laughs> 日本のプロンプターは黒碁を置きますから。でところが、能舞台だとそういうことができないって、どうしようって、そうすると、そのプロンプターは、 全部のセリフを覚えて本を持たずにいてそしてプロンプトができるというそういう能力を求められると、まあ、いうことになったんですけれども、えー、それにちゃんと答えたあの人がいましてでその,あの川竹もこあみと後に名乗る人なんですけれどもその彼が、えー、そのプロンプターを見事に務めおせたことによってその主演の役者の市川団十郎ダセブンのあの 信頼を勝ち得たという、えー、逸話が残ってますので、それが18世紀の1840年代ぐらいですかね、30年代ぐらいかな、えー、なので、その頃にはそうやってプロンプの制度もあったし、えー、プロンプターが普段だったらどうするんだけれどもとい、まあ、ったようなことっていうのが、すでに確立していたということは、もし握かることができます。で 歌舞伎に限らず、日本の演劇にその舞台監督という概念が入ってくるのもやっぱり近代になってからなんですね。でただ、あの舞台監督に代わるような信仰をる人はある人は、歌舞伎はちょんちょんって言って、木を打つんですけども、あの木を打つ人たちが現代ではあの舞台監督に近いことをまやっていて。 えー、それはおそらく江戸時代のうちから一部はそれを兼ねていて、作者ですね、ですから、作者たちが木を打って、さあそろそろ開幕ですよという合図を送って、では始めますよ、開幕ですよというあの合図を送るというようなところまでは彼らが運びますけれども、実際の舞台の進行に関しては、おそらくあのトップの役者とトップの作者というのが、あのえー、全体を見ていたということになるかと思います。 今おっしゃった関係、その主役、そして、その一番の作家の間の関係が非常に面白いと思います。シェイクスピアもまたリチャード・バーベッジが主役でした。そして、その主役が、その劇全体、彼が書いていた劇そのものを大きな影響を与えていたと思います。そこで同じようなことが日本でも英国でも起きていると思います。そしてまた、 その、標、え、識、ー、を打っていた人のことも考えていたんですが、私たちの劇場でもまた、音が必要でした。観客におしゃべりやめてください。これから始まりますよという音が必要で、これはトランペット、通常トランペットを3回鳴らしていました。そしてそれが合図で、これから劇が始まると。えー、そこで、ここでも、 まあ、だんだんと終わりに近づきつつありますが、私が非常に関心を持っているのが、似通っている類似点です。なぜならば、新しい考え方を私たちの自分の劇場に関して提供してくださっていますし、また疑問点として、どうして、なぜ、このような類似点があるのか。これはひょっとしたら、二国がお互いを訪問しているからでしょうか。情報が、 双方向に旅をしていたのでしょうかそれとも何か普遍的なものが劇場に関してあるのでしょうか場所が違っても別々の場所でありながら同じようなものを発明している。そういうことがあるんでしょうか終わりに近づくにつれて何かお考えはあるでしょうかこのような類似点の出所はどこなのかどうお考えでしょうか あの二国間の交流の、あるいはロロンンンンドドと日本の,あのロンドンじゃないヨーロッパと日本の交流ということに関しても、いくつかの,あの説はあると思うんですけれども、私はどちらかというと、後でおっしゃった方つまりある種の普遍性というものがあるんじゃないのかなという方に、どちらかというと賛成いたします。つまり、あの劇を演じると。 ととに必要とされることそしてそれに対してどのように対処していくかということに関してはかなりの部分で皆同じようなことを考えてそしてその国によっていくつかの違いはあるけれどもかなり似たような解決を考えていくということなんではないかなというふうに思いますけどいかがでしょう はいおっしゃるとおりかもしれないと思います。一つ私としてワクワクすることここからの発想につながることとしましてはその共有される劇場シアターの素晴らしさ本当に豊かな可能性が秘めていると思います。日本と英国の シアター、劇場会が共に学べること、共に新しい未来を作れるんではないかと、共有しているけれども、異なる過去があるというところですね。私は過去の勉強することが大好きです。研究することが大好きです。そして、その過去は現代において何を意味しているのかということを常に追っかけていますけれども、それを通じて新しい未来を築き上げることができたらとても嬉しいです。 あの全く同じように思います私も過去を調べることによって現代とそれがどのようにつながるのかあ私たちと同じだと思うところとあここはやはり時代が違うんだなと思うところとその両方が大事だと思うんですね。ですけれどもやはりそれは国と国を隔てた時にもあ一緒なんだと思うところと あ、でもそこは違うんですねというところ、両面が来てあると思って、それが非常に大事。で、そのためには、お互いにどんなことがあったのですかという、あまり、その、なんでしょうかね、あの 気に留めないようなところで、あそんなことまで一緒なんですねという共通点をもっともっとこう、多分あの探り出せば、いろんなことがあるんではないかなと思いまして、やっぱりこれはシリーズ化した方がいいのかなと思いましたけど、<laughs> <laughs> いかがでしょうか。えー <laughs> ぜひともシリーズ化させていただければと思います。本当にただただ嬉しかったです。今日は喜びしかありません。本当に本日は関わってくださっている皆さんに感謝の気持ちしかありません。お二人の先生、スタン先生、小玉先生、本当にありがとうございました。 私の方からも、あの、トークの内容からたくさんの問いが湧いてきました。共通点、類似点がたくさんあるというふうに感じました。 特に話したかったポイントとしてはもっと聞きたかったポイントとしてはこの3番目のトピックのところでしたね。戯曲を使ってテキストを使って役者はどうリハーサルされているのかというところ私個人的にはそこについてそのプロセスについて実際にあの講演につなげるプロセスに大変興味を持っております。そしてスターン先生の研究からその パッショネーティングという言葉がすごく面白いと思いました。その、公演する、舞台に立って公演する、上演するということについて。なので、小玉先生の提案。ぜひこれは第2回目を、はい、開きましょう。シリーズ化していきましょう。可能であればやりたいです。今後ぜひ設定したいと思います。本当にありがとうございました。そして本当に本日関わってくださっている皆さんのおかげで、え今日開催できておりまして、本当にありがとうございました。